こんにちは、しんのすけ商店のしんごです。ここからは実際に商品を着てみての購入レビューをしていきたいと思います。着てみての感想、良かった点、気になった点をざっくりお話ししていきます。着てみての感想。普段ユニクロ U は L サイズを着ているのですが、この商品の L サイズだとぴったりに本当になってしまったので、少しオーバーサイズシルエットで着たかったので、ワンサイズアップの XL サイズを着用しました。良かった点、程よい生地の厚さ、絶妙な着丈のボックスシルエットが気に入りました。深みのある落ち着いたダークグレーカラーで自分好みでした。ちなみにこのダークグレーカラーはユニクロ U が独自開発したというオリジナルカラーで、ネイビー、ブルー、ブラウンなどを混ぜて作ったカラーだそうです。気になった点、サイドがユニクロ U の T シャツのようにスリットが入っていなく、個人的にはスリットを入れていただけたら嬉しかったです。見た目はダークグレーなのに色番号は67ブルーという名称で、ちょっと不思議でした。ただ総じてこのスペックで1990円プラス消費税は確実にお値段以上だと感じました。コーデのポイント 1. シルエット。まずシルエットなのですが、僕のように隠れ肥満の人には基本的にスリムなスタイリングがなかなか似合いません。何度かチャレンジしてきましたが、やっぱり似合わないですね。なので自分の体型を甘んじて受け入れて、自分に合うシルエットのサイズを選びました。自分に合うシルエットとは、今の小太りの自分で言うと体のシルエットを見せないっていうことですね。体のシルエットが見えなければ、実際に太っているのか痩せているのかが、そんなに気になりません。体型を気にさせないっていうことがポイントになるのかもしれません。2. カラー。カラーを可能であれば3色以内に抑えることで統一感が出て全体が締まります。なのでメインで持ってくるカラーを決めたら、その後はそのメインカラーに合わせてコーディネートをすることをお勧めします。今回のダークグレーの場合は基本的にダーク系のカラーが合いますし、その中でもブラック、ネイビー、カーキは特に相性がいいです。ダークグレーの製品を使ってコーデするときは、頭の片隅に覚えておいていただけると、今後コーデしやすくなるのかなと思います。ちなみに僕がカラーコーデの参考によく使うのが、メジャーリーグや NBA のチームのカラーリングです。年齢によってカラーの好みは変わってきましたが、各球団の色の使い方がいつも参考になります。特に個人的に、ヤンキースのカラーリングをよく注視して見ています。今回の30代後半のユニクロ U クルーネックティーのコーデ&購入レビューはいかがだったでしょうか。参考になる情報が一つでも提供できれば嬉しく思います。もし参考になったよと感じていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタン押していただけると嬉しく思います。ではまた来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。まだまだ暑いのでお体にお気をつけて。